ウィース、今回はですね、さあ、11月7日発売のですね、ドラゴンボールスーパーダイバーズ、ファーストセットとか、地球を守る戦士たち、ホニャララとか、なんかいろいろね、いろんな商品が、出ましたので、まあこちらはそのスタートダッシュ商品っていう感じでね、たくさん出てますので、そちらを今回買いに来ました。はい。でちょっといきなりいっぱい出すもんだからさ、ちょっとねそんな売れんのかなっていうのを個人的にちょっと懸念してて、やっぱりみんなねレンコとかプレイでねすごいお金使うから、ちょっとそっちにも分散しちゃうとなるとね若干売れ行き厳しいんじゃない運営さんって思う節もねまあちょっとあるんですけれども、はい、まあ、僕はねまあ僕は YouTuber なんでね、はい、動画のね、ネタのために、買いますと。はい、もう本音を言うとね、正直なくても、なんとかなるっすよ。ね、戦えるし、正直ね、コモンとかレアが十分強すぎるんで、なんとかなるんだけども、やっぱね、コレクションとね、まあ開幕記念ということでね、はい、全部ね、ちょっと商品今から買いに行きたいと思います。まあ今、行きつけのコンビニね、来てますんでね、早速ね、ちょっと買いに行きたいと思います。レイゴー。はい、ということで今回はですね、はい、ということで買ってきましたこちら、エントリーデッキセットの、まあ、地球を守る戦士っていうやつと立ちはだかる強者、はい、これをね、2パック、はい 2パックずつと、こちら、はい、ファーストパック、まあ、ダイバーズのファーストパックっていうね、まあねヒーローズというところのブースターパックのねどうお答えすればいいのか分かりません。は何今の、まあ、ブースターパックの簡易版みたいな感じですね、はい、半分になったみたいなはい、こちら買ってきました、はい、正直ね買う意味があるのかちょっと分かんなかったんですけど、うん、まあ景気づけっていうことでね、はい、全部買ってきまして、まあ、全部でね合計金額5250円となかなかの金額、さあそれの価値にね見合った商品なのか早速見ていきましょう、はい、ということでまずはねダイバーズのね稼働に、はい、祝しまして乾杯ということですね。はい。いやこれさ、7枚カードが入ってるから、まあ、そのままねデッキとしてこれ使えるんですよ。なんですけどね、SR が1枚しか入ってないのかな。で707円とかなんで、まあどうなんだろうねこれ実際。あでもカードはめっちゃかっこいい。こんな感じで。はい、虹色加工めちゃくちゃかっこいいですね、はい、でアビリティこんな感じですね、先行取ると、記録ダメージを受けなくなる、はい、でスーパーサイジンチェンジ持ちということで、まあ微妙かなぶっちゃけ、はい、でご飯静電気、3ラウンド目でパワー 1.5 倍と、微妙だね、で5点くん、はい、5点くんがまあ普通だね、なんだろうな、ちょっとインパクトに欠けるよねはい、で攻撃ストライクで勝つと敵アタッカーの気力を少しダウンさせるか、まあまあ悪くないかなって感じですね、はい、やっぱ記録ダウン系はね本当に強いと思いますこのゲーム。ああイタトラックもなコモンであるんですよね同じアビリティ、はい、なんかこれ本当に売れんのかなマジで、これだけ、これちょっと待ってこれ売れるのかなマジで大丈夫、はい、でエントリーデッキセットこんな感じですね、はい、あーいいねこういうのはねめっちゃいいと思います、はい、皆さんスクリーンショットしてね、はい、こちら、ちょっとね始めていただければなと思うんですけども、うん、まあまあまあこういうのはね全然悪くないと思うんですけど、これで700円ぐらいだから、まあ本当に普通、なんだろう、あんまりよいしょしたくないから結構本音で言っちゃうけどさ、まあぶっちゃけ買わなくてもいいと思うこれっていうレベル、はい、フリーザ様、あーこれはいいね、はい、ちなみに言うとこのフリーザのアビリティが今度のね収録されてる SR のフリーザがね全く同じ効果持ってるんですけど、パワー2000マイナスでこれさパワーマイナスになるキャラクターがいるんだよね、でそうするとダメージがね90とかしか入らなくなるの、そうびっくりしてさ、このフリーザのアビリティねマジで強いですよ、でこのアビリティ何がいいかっていうと敵のそのパワーを減らすから、その元のパワーが 2.5 倍になるよっていうキャラクターとかのアビリティもね妨害できるんですよ、
そう。だからこのフリーザはめちゃくちゃいいと思う。なので、まあ、正直この、地球を守る戦士じゃなくってこっちですね、立ちはだかる強者、はい、これはねめっちゃね買った方がいいと思います。はい、これはめちゃくちゃいいと思う。だからねこのフリーザのアビリティねマジで強いです。でこれ同じキャラクター2枚登録してさ、まあ、フリーザとまあ普通のね今段収録のフリーザ登録させると、パワー4000ダウンでしょ。だからこれ多分ね相当やばいんじゃないかなって思ってます。はい、で仲間全体のパワーを上げるキャラクターっていないんですよ。ターブルとかロベルみたいなやつねいないからパワーマイナスがめっちゃ効くのよ。なのでこのフリーザはねマジでやばいと思いますいう感じで買うとしたらねこっちがめちゃくちゃおすすめです。はい、チェンジを持ってますね。記録回復もでかいよな普通に考えて。はい、これ皆さん買いましょう。でですね、セル、はい、セル、これは別にそうでもないですね。はい、で魔人ブーアク、はい、50倍以下で2000回復、はい、ブロリー、ビルス、まあ、ここら辺も本当に普通だね。はい、ヒットも普通かな、普通っすね。でジレン、はい、ジレン君が気絶無効のみという感じで、まあ、マジでちょっと本当に本音言うとこのパックで買った方がいいのはこれだけ、はい、フリーザ様だけですじゃあこちら行きますか。はい、ダイバーズパック行きますか。さあこっちはですね、まあ、10パック入ってて、まあブースターみたいな感じで、はい、SR 枠とか、まあ、顧問枠とかね、いろいろ分かれてるんですけど、こっちにはさすがに強いの入ってるよね。まあ、今のところ本当フリーザしか強いキャラクターいなかったんで、ちょっとね残念な感じになってるんですけど、はい、3枚入りですね。おいおいおい、嘘、いきなり来た、SR じゃん。はい、来た、そうそうそう、これ当たり、 SR のベジータ DA 来ました。はい、いいですね、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。で、あとのカードが、あーね、まあコモのフリーザ持ってるけど、まあ重複させたらこれ結構強いんじゃないの、パワーダウンデッキみたいな感じでね。はい、おー、いいね、幸先いいよベジータ。まあなんか DA って、まあ、聞くとさヒーローズの DA 思い出すんだけど、まあまあまああれですよね、そう、ダイマのベジータとか悟空とかね収録されてますね今回。はい、でパラガスウィスという感じで、さあアビリティ見ていきましょう。これもピッコロのコモンが持ってるやつだよね。あー、でもそんなに変わったやつはないかな、パッと見。はい、でね結構ダイバーズやってたんですけど、あのね思ったのが、まあコモンとかレアでも十分強いんだけど、まあ嘘でしょ、また出たんだけど、あ、出やすいのかな。はい、まあなんか強いアビリティと弱いアビリティの区別がね結構ついてきたっていうのがあります。はい、なのでさっきのフリーザね絶賛したと思うんだけど、そう、ああいうなんかねフリーザ様ね、うん、めちゃくちゃいいと思います。はい、お、なんかこのトランクスいいね。はい、美少年って感じ。まあアビリティは別にって感じですけど、うん、まあこれはいいね、そうにすごく、そう、これはね全然いいと思います。はい、パラガス、うん、まあまあまあブロリーのゴッドレアと合わせたらこれ結構いいんじゃない。で孫悟空 DA 欲しいかなと、 SR 枠のねあちらが欲しいところなんですけど、あー出ないか。17号が、はい、こんな感じで、まあこのねユニットスキルはね結構いいと思います。これ、はい、使ってて思ったんだけど、その記録ダメージ、与える記録ダメージが2倍になるということで、まあ、18号とね組ましたらこれ結構、ね、強かったです。で今度18号の顧問かな、仲間全体の戦闘力が 1.2 倍になるっていう結構バグカードがあって、それと合わせたら結構これねいいと思います。このガードマイナス1000っていうの結構よくて、何がいいかっていうと、そのガード上げる系のカードが本当にないから、ガード1000ダウンしただけでもね、ガードマイナスになるんじゃないて、そう、それがねすごいいいなって思いました。おー来たーやったやったー、孫悟空少年期 DA 来ました。はい、こちらね、まあアビは正直そんな強くないけど、はい、こちらイラストですごい欲しかったんで、はい、めっちゃ嬉しいです。いいじゃん、めっちゃ可愛い、こんな感じかな。はい、 SR2 枚揃ったね。はい、この時点でもう狙い目なくなっちゃったんだけど狙い目なくなったわ。いやマジか、 SR 簡単に出るね。てかもう多分出てないカードなくない。あい、マジか、2枚目出る。はい、2枚目まさかの出ちゃったわ。はい、まあこれはまあまあ持ってない人にあげようかな、うん、知り合いとかにね。はい、以上です。
はい、ということで、まあそうですね、一応ファーストパック開封してみたんですけれども、まあ10パック開封すればとりあえずこれね SR、2セットずつ出るっていうことなんで、まあ確率論で言ったら10パックも買わないでも全然あの5パックとか6パックぐらいでもね、あのコンプできるレベルだと思います、これ。はい、ね、かわいいよね。これね、あのダイマ今ね絶賛放送中なので、まあ好きな方は全然ね、あの買っていいんじゃないかなって思います。で、使えるカードこの中でいるかって言われると、ぶっちゃけ微妙かな。正直ね、そんなに強いカードはいない。今回のさ1段収録のカードの中でも全然ね、その使えるカードいるし、同じアビリティ持ってるカードもいるから、正直買った方がいいですかって聞かれたら、買う必要はマジでないです。これはもう申し訳ない、本当に申し訳ないんだけど、これをねコレクション目的以外だったら買う必要はないと思います。はい、今もうザラッと見たけど、これはね正直ほんと買わなくていいかな。だから、まあ、こっちのねそのフリーザが入ってるパック、そう、これ悪の戦士だっけ、そう、これね、分かった方がいいと思うんですけど、まあ、こっちの悟空のやつとか地球を守る戦士とこの、ファーストパックは、まあ、デッキ強化っていう意味では買う必要はね、まあ、ないかなって思いました。はい、ただこのパックでしか手に入らないね、このイラストのカードがまあついてくるっていうので、まあ、それだけとりあえず特典としてはあるけど、まあ正直それを除いたら皆無に等しいなっていう印象です。はい、ということで辛口ですみません、今回の動画もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。こちらのチャンネルではスーパーダイバーズの動画中心にね、たくさん動画発信していきますので、毎日投稿の形でね、ぜひ見ていただければなと思うんですけども、まあ基本的にぶっちゃけて言います。はい、ね、ヒーローズは結構まあよいしょしていた部分があるんですよ、やっぱ好きなゲームだったから。でもダイバーズ、まあ、ゼロからのスタートなんで、まあ、ちょっとよいしょしないで、ちょっとね悪い部分は悪いってちゃんと言おうと思ってますので、はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね、今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。